監督に僕がこうやってくれって芝居をつけられました、はい、そしたらとある主演女優さんが、はい、監督とは違うことを僕に要求したんです、うん、はい、で僕は当然監督の言うことを聞くので、ね、まあ、僕も若かったんですけど、はい、いや僕あの監督のにこう言われたんでこうやりますって言われたら、はっ！って言われて、はい、ちょっと止めてって、うん、止まりました、うん、はい、曲 P 呼んで、うわー嫌だな、テレビ局のプロデューサーを、はっ！ってなって、はい、何1時間半ぐらい待ったのかな、はいはい、そしたら局のプロデューサーがいらして、はい、この子何って、はい、どういう教育してんのって、おい、それでも謝んなかったんですよ僕、はい、でも監督に言われたんですもんね、そう、うん、だけど謝んなくて、はい、結局その日は亡くなりました、最近ですか、いや若い頃です、若い頃、はい、まあすごい人ですね、はい、まあでも僕その人はもう無理です、いらないもう無理、なるほど、いまだに頑張ってあもう現役で、いやそれはそうでしょう、うん、だけどもうね40も過ぎてね嫌なやつと仕事したくないよね、監督に僕がこうやってくれって芝居をつけられました、はい、そしたらとある主演女優さんが、はい、監督とは違うことを僕に要求したんです、うん、はい、で僕は当然監督の言うことを聞くので、まあ、僕も若かったんですけど、はい、いや僕あの監督のにこう言われたんでこうやりますって言われたら、はっ！って言われて、はい、ちょっと止めてって、うん、怖い、止まりました、ああ、はい、曲 P 呼んで、うわー嫌だな、テレビ局のプロデューサーを、はっ！ってなって、はい、何1時間半ぐらい待ったのかな、はいはい、そしたら局のプロデューサーがいらして、はい、この子何って、はい、どういう教育してんのって、おい、それでも謝んなかったんですよ僕、はい、でも監督に言われたんですもんね、そう、うん、だけど謝んなくて、結局その日は亡くなりました、最近ですか、いや若い頃です、若い頃、へまあすごい人ですね、はい、しゃべくり007で今田耕司さんは会いたい美女は三吉彩香さんと指名しました、三吉さんはヨーグルトやカルピスの CM で引っ張りだこの17歳の美人モデルで、今ネット上で検索数が急上昇しています。そのあたりの事情を分析してみました。6月2日放送の、人生が変わる1分間の深い話しかけるしゃべくり007合体スペシャルの、しゃべくり007パートにて、ゲストの今田さんによる、会いたい美女007コーナーが展開された。今田さんが1週間ガチで探した美女をスタッフが全力でブッキングするという内容で、今田さんは CM で見つけた美女として三吉彩香さん17歳を紹介、三吉さんがまだ中学生だった頃雑誌の対談で共演したことがあるといい、最近見た CM でうわぁ可愛いイコールなぁと思ったら対談した子だった、すっごい綺麗になってて、この子は今から長澤まさみちゃんとか、ああいう人に確実になる。震えが来るくらいの美女。と興奮気味に語った。しかし、この日は、三吉さんのドラマ撮影によるスケジュール NG でスタジオ出演が叶わず、今田さんはもちろん、クリームシチュア、ネプチューン、チュートリアルらレギュラー陣もがっくりと肩を落とした。さらにスタッフが、三吉さんの写真や映像を用意していないというまさかの展開に、写真くらいあるだろ、と大ブーイングが起こる始末。視聴者もやきもきしたのか、ネット上では、三吉彩香の名前が一気に検索ホットワードに躍り出た。三吉さんは、小学生から雑誌モデルとして活動し、現在は雑誌、セブンティーンの専属モデルを務めている。2007年に連続ドラマ、男の子育てで女優デビューを果たして以降、様々なドラマや映画に出演。最近ではドラマ、ロストデイズや、7月スタートのドラマ、GTO に生徒役で出演が決定したことでも話題を集めている。三吉さんは、2日付のブログで、しゃべくり007に言及し、今回、
今田耕司さんが CM の美女ということで名前を挙げてくださいました。ありがとうございますと感謝。スタジオ出演が叶わなかったことを本当に本当にショック。涙と悔やみ、次回はご一緒できたら嬉しいなとラブコールを送った。今田さんはこれまでにも鈴木千波さんや大谷かなさん、松井愛理さんら注目の最新美女を紹介し、ブレイクのきっかけを作ってきただけに、三好さんもその流れに乗ることができそうですね。